まず、JFT 立候補審査員22-042 SK 花企画金沢茂さんです。続きましてもう一方、JFT 立候補審査員92-051浦和アクロス権藤美和子さんです。はい、ではここで、まずご好評をですね普通にいただきまして、お待ちかねの発表はその後にとさせていただきますので、はい、皆さんこんばんは。はい、久々にこちらのクラシックをお邪魔させていただきました。まあ、何回来ても綺麗なものだなと思います。まあ、秋もまだ私地元の金沢の方はもう本当に紅葉がもう終わりかけになるんですが、まあ、こちらの方はまだまだこれからということで、四季折々いつ来てもいいなというふうに思いました。はい、審査公表させていただきます。持ち込み作品、はい、綺麗でした。いろいろ私もお伺い、いろんな各地行くんですけども、もう政治的に、勉強されて綺麗な作品が多いなって、それはもうつくづく持ち込み作品思いました。10作品を選んでくださいという中で、本当に 10作品以上、最初チェックしたときに10作品以上になってしまいまして、その10作品に絞るのは大変苦労したということだけお伝えしておきます。はい、で、花束、なんて言えばいいかな。本当にこれは綺麗って思って手に取ってみましたが、上の世界、結束から上の部分綺麗だな、下の結束、ステムの長さも綺麗、よく結束の紐を見たら、あれちょっと結束の紐あれという作品であったりとか、あ、綺麗だわって抜いてみたらステムがちょっと短かったり、もうパーフェクトだっていうのがちょっとなかったかな。で、テーマが花嫁に贈る花束と、花瓶に飾る花束じゃないので、プレゼントとしての評価をさせていただきました。その中でやはりバランス、見た目のバランス、視覚バランスというんですけど、視覚バランス、それで手に持った時の重量バランス、本当にこういったもののバランスというものは、それやっぱり花束がすごく重要なんだな、なんですけども、その辺がちょっと完璧にその全部、いいっていう部分がちょっと少なかったのかなというふうに思いました。ただ色合いであったりとか、グリーンの使い方であったり、そういった部分は、あとスパイラルの部分は、基本的な部分はもしできているのは重々分かってるんですけども、そういったちょっと細かい配慮の部分がちょっと少なかったかなというふうに思いました。はい、そして今度はディスプレイ、ウェディング、2人のテーブルというテーマでございました。2人で、どういったテーブルを囲んでウェディングという部分で、2人で、どちらどういったその配置でも、その配置は良かったんですけども、ただ一つ、すごく綺麗、この作品めちゃくちゃ、僕もこの作品大好きだって思った瞬間に、資材を見ましたら、意外に資材をその方使われてなかったり、やはりこの自分もちょっと頼まれまして、資材とか家財、そしてテーマという部分で考えることあるんですけど、
やはりそれも提出された方の意図というのは必ずあるはずなんですね。そんな時にやはりあまりその資材を使わなかったり、そのテーマを考えずに作られちゃうと、やはりそれはちょっと違うのかな。やっぱり提出者の意図をある程度組んでいただいて、やはり資材をある程度は使ってほしい。でテーマを考えて、そのテーマもやっぱり大事にしてほしいなというのをちょっと感じました。そして、最終的に花束と、ディスプレイの合計点でこの出場者が5名決まるわけですけども、本当に10名選ばれて、皆さんの中でもそんなに大きな差はまずなかったと思います。合計点で僕と五郎さんの合計点で出るんですけども、本当にそんなに点差はなく、選ばれた方はちょっと落ちた方もそんなに大きな点の差はなかったというふうに思っていただけたらいいなと思います。はい、また全国大会、来年の夏、愛知の方で、名古屋の方ですが行われるということなので、こちらの中国ブロックの代表に選ばれた方はぜひ、全国大会内閣総理大臣賞を目指していただきまして、こちらの地方の看板を背負って頑張っていただきたいなというふうに思います。ちょっと長くなりましたけども、ご好評とさせていただきます。ありがとうございました。では代表5人目
エントリーナンバー10番72-025福岡園福間大輔さん。はい、以上で中国ブロック代表5名の選手が全て発表されました。5名の皆様本当におめでとうございます。それでは早速に認定状の授与を受けていただきます。認定状の授与は72-002平田製菓店平田明久理事にお願いいたします。ご登壇ください。それでは平田理事、認定証の授与をよろしくお願いいたします。選手の皆様は認定証を受け取りになられましたら元の位置へお戻りください。
第1位はエントリーナンバー9番720114サンフラワー長峰奈々さん、はい、では、こちらの授与は750019ハーベストガーデン柴田陽子理事にお願いいたします。ご登壇ください。はい、では第1位の長峰さん、はい、では代表選手の皆さん本当におめでとうございます。こちらにいらっしゃる5名の皆様には2020ジャパンカップ頑張っています。最後に代表選手となりました皆様に一言ずつ出場への意気込みをお聞かせいただければと思います。それでは今の順番でお願いできますか。1番中身さんですか。はい、一言ずつ、はい、ちょっと前に出てマイクでお願いします。します。72の025の島根県大田市の深井の福間と申します。
本日は岡山新聞の皆様、素晴らしい説明をありがとうございました。ジャパンカップ出場は2回目ということで、前回が1次審査通過が精一杯だったので、それ以上にいけるように頑張ってまいりたいと思います。今日はありがとうございました。並びに認定証、表彰式を終了いたします。